はい、オルガンライフです。今、ストレートトーク風に、ズームの H1N を使ってますね。まあ、ヘッドホンかけて、疲かれがないような状態で撮ってます。まあ、今、画面映してますけど、ポッドキャストとかやってる人、まあ、画面がないわけですので、ヘッドホンかけて、ヘッドホンをラインアウトに接続して、自分の声をモニターしながら録音してください。まあ、声が大きすぎると歪む。 まあ、あとちっちゃすぎて、後処理でボリューム上げると、周りの環境音が入る。そういうことを防ぐことができますね。まあ、できるだけ、まあ、これ、ちょっと歪んでるな。このぐらいか。できるだけマイクと口を近づける。声は大きく。それ取れば綺麗に取れますからね。まあ、小声の人はもうちょっと近い方がいいのかな。まあ、ぼそぼ、んぼそ、ぼ、口の音が結構入るな。ぼそぼそ声の人はこのぐらいかな。 このぐらい。このぐらいで撮れば、ちっちゃい声も渋く入るんじゃないかなと思います。ま、あ大きい声を張り上げる人は、このぐらいがいいのかな。あの、ストレートトークを収録する人、ま、いろいろいいコンデンサーマイクとか売ってる。ただ、オーディオインターフェース買ったりとか、接続とか、セッティングとか、そういうのめんどくさいんですよね。マイクスタンドも専用品を買わないといけない。ただ、これだったら、 普通のカメラ三脚は使いますからね。卓上三脚使えばテーブルの上でも録音できるのかな。そんな感じがしますね。トーク、ストレートトーク、ナレーションを収録する人、ぜひズームの H1N 手に入れてみてください。非常に簡単です。シンプルです。値段も会議用の IC レコーダーぐらいですね。非常に手に入れやすいのかなと思います。では、バイバイ。